パイキラリ冷え冷えのアイスだよ。アイス？バカ分かったぞ。キラリ怒らないで。このお野菜さんたちをトゥインクルさんの魔法でアイスにするよ。でもアイスを作るときは6時間くらいかかるよね。僕待てない。熱くて干からびそうだよ。大丈夫、トゥインクルさんにお任せ。今日はサイエンスマジックでなんと3分で作っちゃうよ。いくよキラリ、トゥインクッキングショータイム。アイスクリームの素を作るよ。トゥイン、材料を紹介するよ。卵1個、卵、牛乳 200ml、 牛乳、お砂糖大さじ5杯分、お砂糖、お塩1つまみだよ。お塩あるかな。まずボウルに卵を割るよ。卵さん、カンカンカン、パカー、卵を混ぜ混ぜするよ。混ぜ混ぜ、泡立てたったか、シャッカシャッカシャッカ、きれいな黄色。お砂糖大さじ5杯、お塩1つまみ入れるよ。はい、また混ぜ混ぜ。お砂糖が見えなくなったら牛乳 200ml 入れるよ。ダバーン。はい、じゃあまた混ぜ混ぜするよ。これで牛乳アイスの素は完成だよ。もうできた。ね、早いでしょ。あとはこのカラフルな野菜さんたちをアイスにしちゃうよ。お野菜さん、キラキラリン。ディン、まずはトマト。トマト。トマトちゃん。真っ赤な色の成分はリコピン。可愛い名前だよね。血管を強くして血液をサラサラにしてくれるよ。トマトは半分使うよ。パカー。そしたらヘタの部分を取るよ。このトマトを細かく切っていくよ。細かく切るよ。はい、じゃあボウルに入れるよ。ここにレモン汁を小さじ1杯入れるよ。小さじ1杯分。ふんわりラップをして600ワットのレンジで2分加熱するよ。レンジで2分。次は人参。人参さん、ベータカロテンっていう成分がたっぷり。ベータカロテン、体の中に入るとビタミン A になって肌をツヤツヤにして風邪をひきにくくしてくれるよ。お肌ツヤツヤ。人参は 50g 使うよ。だいたい3分の1くらい、3つに分けたうちの1つ分、3分の1。はい、人参をすりおろすよ。すりおろすよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。手までスらないように気をつけてね。すりおろし完了だぜ。レモン汁小さじ1杯入れるよ。レモン汁1杯。あとはシナモン。シナモンを5振りくらいするよ。シナモン1、2、3、4、5。いい香りだ。いい香りだよね。リラックス効果もあって栄養もあるんだ。シナモンと人参って合うんだよ。ほー、混ぜ混ぜ。はい、ふんわりラップをしてレンジで2分加熱するよ。お次は、お次は、次は小松菜。小松菜、カルシウムがたっぷり、骨や歯を健康に保ってくれるよ。元気いっぱい。小松菜は1株分用意するよ。だいたい 50g。 ヘタを少し切り落として、端からトントントンって細かく切っていくよ。細かく切るよ。はい、じゃあさらに細かく切るよ。耐熱のボウルに入れるよ。レモン汁を小さじ1杯。レモン汁。はい、ふんわりラップをしてレンジで2分。レンジで2分。はい、じゃあこのレンジで加熱した小松菜をすり鉢で細かくしていくよ。ひたひたに細かくなったら OK だよ。最後のお野菜はパプリカ。パプリカさん、ビタミン C がたっぷりでお肌をきれいにして体の調子を整えるよ。ビタミン C。 パプリカも 50g 使うよ。だいたいね、4分の1個分くらいかな、はい。パプリカさん、すりおろすよ。すりおろすよ。すりすりすり。わー、黄色い汁だ。うわー、見て見て、綺麗な黄色。じゃあここにレモン汁小さじ1杯分入れるよ。ふんわりラップをしてレンジで2分チン。加熱するよ。そしたら最初に作ったアイスの素を半分に分けて入れていくよ。どう
しじゃあこのアイスの素がだいたいね300ミリリットルあるね。300ミリリットルの半分はそうだね150ミリリットルだね。150ミリリットルずつ入れるよ。もうちょっと。よし、オッケー。じゃああと半分。アイスの素はもう一度作るよ。はい、じゃあ150ミリリットルずつ入れるよ。じゃじゃーん、4種類のお野菜さんのアイスの素できたよ。このアイスの素をじゃん、中くらいの大きさのジップロックに入れていくよ。ジップロックの入れる口のところをちょっと折り曲げるよ。アイスの素を入れるよ。そしたらピタって空気を抜いてしっかり口を閉じるよ。わわー、できたよ。4種類ある。綺麗だな。カラフルで綺麗だね。じゃあこれをアイスにしよっか。楽しみだな。アイスの素を冷凍庫に入れてここから一晩冷やすよ。一晩？そんなに待てないよ。僕怒ったぞ。また怒っちゃった。待てないって言ってるじゃん。いい考えがあるよ。実はアイスは一晩冷やさなくても作れるんだよ。必要なものはじゃじゃん、氷と塩。氷はね、溶けて水になるときに周りのものを冷やすんだ。だからね、氷が溶けていく中にアイスの素を入れるとアイスの素が冷やされるよ。でも氷だけだと溶けるスピードがゆっくりだし、冷やすパワーも足りなくてアイスにはならないんだ。そこで塩を使うんだよ。塩は水と混ざると氷になる温度を下げる性質があるんだ。だからね、塩を氷にかけるともっと早く溶けるようになるんだ。つまり塩を氷にかけると溶けるスピードがすっごく速くなって冷やすパワーもすっごく強くなるんだ。ドゥイン、大きいジップロックを用意するよ。氷を 200g 入れるよ。ここにお塩を大さじ4杯入れるよ。1杯、2杯、3杯、4杯。そしたらここにさっき作ったアイスの素を入れて、空気を抜いてしっかりチャックするよ。塩をかけた後の氷はとっても冷たくなるんだったね。だから直接手で持たないように気をつけようね。タオルで巻くよ。よいしょよいしょよいしょ。完成。これであとは冷凍庫へと言いたいところだけど、このままだとカッチカチのアイスができちゃうんだ。アイスって口に入れるとふんわりとろけて美味しいよね。実はあのふわっととろける柔らかさは空気が入ってるからなんだ。アイスに空気を入れるには激しくシャカシャカするといいんだけど、熱くて光りそうだなって我慢できないよ。ちょうどいいのがいるね。ドゥイン、ポンスカ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 。よし、じゃあこれで3分シャカシャカアイスチャレンジ、よーいスタート。残り30秒、ラストスパート。さて、アイスできてるでしょうか。わー、なんか冷たい、固まってる。キラリのアイスもできてるよ。アイスだ。見て、もうできたの？すごい。アイスできました。やったー。こんなにすぐできるなんて。じゃじゃーん、野菜アイスできたよ。冷たい。溶けちゃう。早く食べないと。ね、
ちにね、早く食べようか。せーの、いただきます。じゃあまずはどれからにしようかな。トマト。じゃあまずはトマトさん。オレンジっぽい感じでね、とっても綺麗だね。トマトの果肉とか種のつぶつぶ感とかもなんかアクセントになってて、あ、いい。牛乳もクリーミーでトマトの果肉とめっちゃ合う。トマト嫌いなお友達もこのトマトアイスならきっと好きになる。じゃあ次、人参アイス。人参さん、うわ、色がとっても綺麗。わー、人参アイス美味しい。美味しい。シナモンが合う。シナモンが香るよ。そうだね、いろんなねスパイス入れてみたらまた美味しいかもしれないね。よし、次は小松菜さん。小松菜アイス。溶けちゃう溶けちゃう。うんうん、むぐむぐむぐ。わー、青のりみたいな風味があるね。ね、うんうん、なんかさっぱりしてるね。小松菜もアイスにしたら食べれるかも。パプリカ僕苦手だけど。キラリピーマン嫌いなの？ででーん、パプリカアイス。どうかな。さあどうでしょう。うーん。うわー。なんかすごい合うね。すごいすごい。すごい。新感覚アイスって感じ。初めて食べる味だ、うん。パプリカアイスおすすめ。他のお野菜さんはどうかな。うん、どんなお野菜さんがまた美味しいかな。逆にこの野菜はちょっと美味しくないみたいなのもあるかな。野菜アイス屋さんできちゃうね。そうだね、そうだね。ね、いろいろやってみたいね。それぞれの味とかね、食感とかね、舌触りとか自由研究でね、まとめたりしてみても楽しそうだね。自由研究にもぴったり。みんなの頑張りと食材さんたちのパワーでまた笑顔のかけらがたまったよ。たまったよ。みんなも元気と栄養になるね。うん、みんなも科学の力で野菜アイスぜひ作ってみてね。とってもおすすめだよ。苦手な野菜も好きになっちゃうかもよ。うん、みんなもどんな野菜アイスが美味しかったかトゥインクルさんとキラリに教えてね。待ってるよ。バイバイ。バイバイ。キラキラリン。トゥイン。じゃあ最後に僕とあっち向いてホイだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてホイ。左だよ。当たったかな？またトゥインクルさんと僕に会いたいお友達はチャンネル登録もよろしくね。次のキラキラのお料理は何かな？じゃあまたね。キラキラ。